皆さん、スラマッパギー。今日は言語処理に関わる神経基盤についていくつか取り上げていきます。言葉を話すという行為には、様々な音を発生してそれを組み合わせ、互いに共有の記号として理解し合うというデリケートな仕組みが必要です。肺から出される空気で声帯を震わせて音を作るところまでは多くの動物が使っています。しかし、人は音を外に出す際に口腔の広さ、舌や唇の位置や形を微妙に変化させて、様々な意味のある音を変化させています。 もちろん人以外の動物でもコミュニケーションは必須です。鳥が複雑なさえずりによって、求愛や縄張り主張をしていることはよく知られていますが、自然界で生き、子孫を残してきた動物は主観で何らかの方法で情報交換を行っています。しかし、人が使っている言語は単なるコミュニケーションのレベルではありません。 言語には語彙、文字、発話、所持、独自、文法、言語理解などの多くの側面があり、視覚、聴覚、運動能力及び膨大な記憶能力など多様な脳機能が統合されて成立します。言語能力は人が持つ工事機能の中でも特に工事と言うべき能力です。今回は、失語症、音声認識、語彙アクセスについて扱っていきます。 言葉を話すのは人だけであり、その機能が脳内でどのように生み出されているかを知ることは非常に困難でした。この難問題への解決の糸口を最初に開いたのが、フランスの神経学者ポール・ブローカです。彼は、タンという音声しか発生できない患者に遭遇しました。この患者は文字として書かれた言語を理解し、文字で言語を理解することはできますが、それを言葉にしようとすると、タンという音声しかできません。 この患者が亡くなった後、その脳を解剖し、左前頭に損傷があることを見出しました。八例の同様な発生障害患者についての研究成果を1863年に発表しています。ブローカーは右前頭葉に同様な障害のある患者にはそのような音声障害は生じないことも確かめており、言語には左半球が優位であるという考えを提唱しています。 ブローカ型の失語症についてはその後も多くの研究が進められており、単、都しか発言できないほどひどくはないものの、適当な言葉を見つけることができない名称失語や文法的に言葉を組み立てることができない質文法などの障害が特徴とされています。それから10年後、ドイツの医師、カール・エル・ニッケが全く異なったタイプの言語障害患者の存在を報告しました。 その患者では聴覚や徒覚界の間、左半球の前頭用の上部表面に障害がありました。この部位はウェルニッケのと呼ばれています。この患者は個々の単語は流暢に発話し、よくしゃべるが、その内容は全く意味をなさないという不思議な症状です。ウェルニッケは自らの研究とブローカの研究成果と付き合わせて、脳における言語処理地図を作ろうとしました。 この要素には聴覚や、ベルニッケや、ブローカヤ及び発話に必要な運動が含まれており、言語機能に現れるいろいろな障害はこの中のどこかの部位の障害によって生ずると考えました。この考えをさらに発展させたのがアメリカのノーマンゲシュビントです。彼のモデルは、ベルニッケのモデルにブローカヤとベルニッケヤを結びつける球状束及び各階を付け加えたものです。ベルニッケゲシュビントモデルと呼ばれています。 しかし、このモデルで示された部位の障害が必ずしも言語障害を起こすわけではありませんし、障害部位と症状の発言にも不一致が見られることも多いとされています。脳の機能分担にも、損傷の機能回復にもかなり大きな個人差があるためです。 このように問題は多く指摘されているものの、このモデルは少なくとも言語機能にはブローカやとウェルニッケのが最重要であることと、脳の左半球が言語機能に関わっているという点で正しいと考えて良いでしょう。言語やの左半球優位についてもブローカが指摘し、ウェルニッケも同様に左半球の優位性を認めています。 しかし、左優位性がどの程度普遍的であるのかは少数例の病理的な初見からは言及できませんでした。その後、和田順によって、一足の内径動脈からアミタールなどの長時間型の麻酔薬を流したすぐ後に言語能力の変化を調べる、和田テストが開発されました。この方法は正常な脳機能を持つボランティアで研究できるので、十分な例数で言語優位脳を調べることができました。 その結果、右利きの人の96%と左利きの人の70%が左半球優位であることが確認されました。90%の人が右利きであることから考えると、全体としては93%が左半球優位ということになるので、言語やは左半球優位という結論は正しかったということになります。ペンフィールドは脳の電気刺激の研究を数多く行いました。 彼は転換の手術中に患者の大脳を刺激して反応を観察することで脳の機能的な分布を調べました。手術中に大事な部分を切ってしまい発話や言語理解ができなくなると大変ですので患者が目を覚ましたまま話ができるように麻酔をかけて電気刺激で場所を確認しながら手術を行いました。ペンフィールドは体制感覚や運動やの対応関係をまとめています。 刺激によって、電気刺激で曲名はわからない音楽を思い出したり、焦げたパンの匂いが再現されたりしたそうです。これらの実験をしているうちに、ペンフィールドはある部位への刺激が発話に影響することに気がつきました。主に、発声の停止、発話の停止、失語症に似た発話困難の3つの効果に分けました。口及び唇を制御する部位の運動やを刺激すると、すぐに発話が停止しました。 このような反応は、刺激によって活性化した筋肉が口の片方を引っ張ったり、歯を食いしばらせることから森にかなっています。運動やの刺激によって、泣き叫んだり、反復的な発声が引き起こされました。ペンフィールドは、電気刺激が発話に干渉する他の3つの皮質領域を左半球に見つけました。1つはブローカヤに相当すると思われる領域です。 人が話している最中にこの部位を刺激されると、強い刺激では発話は完全に停止し、弱い刺激では口ごもりようになります。患者の中には、脳の刺激の前後には言えるものの名前が、刺激中には言えなくなる人もいました。また、文法的に正しい言葉遣いができなくなったり、名称失語が見られました。他の2つの部位を電気刺激された数人の患者は、言葉の混乱と発話の停止が同様に起こりました。 外側口付近の後登場用と側頭用でした。これらの部位は、球状側とウェルニッケアの付近でした。音声言語を理解する際には、耳からの聴覚信号に基づいて音素や音節を同定し、それらを統合した情報を用いて語彙情報にアクセスする、という、常識的な考え方に従えば、音声知覚は音声認識の一部です。 従って、音声近くが障害されれば音声認識も障害されることが予想されます。しかし、実際には、音声近くと音声認識はいわゆる二重回離を示します。すなわち、脳障害によって、音素、音節の動定、弁別はできるが単語の意味が理解できないという症状になる場合と、その逆に音素、音節の動定、弁別はできないが単語の意味は理解できるという症状になる場合とがあります。 音素とは、言語における音声の最小単位です。日本語では母音語、子音13、半母音2と、20ほどあります。音節とは、音声上のまとまりの区切りです。おはよう、であれば、音素では、O、h、a、y、o、u の5つ、音節では、O、H、ヘクタール、y、o、u の4つに分けられます。 空気の振動として耳に届いた音声は、内耳で電気的な聴覚信号に変換された後、支障の内側室状態などを経て、大脳の王側頭蓋一時聴覚や、に到達します。王側頭壊から側頭平面及び上側頭壊にかけての領域で聴覚信号の周波数特性と時間特性の分析が行われます。 隣接する上速投稿の中部から後部は、実在語でよく使われる音の組み合わせに強く反応することなどから、語彙レベルの音韻処理を行っていると考えられます。音速投開から上速を使にかけての音声処理は、両側の大脳半球で行われており、両側の上速投用に損傷を負うと音声近くに重い障害、聴覚性失語が出ますが、片方だけの損傷でそうなることは稀です。 ただし、左右の半球はやや働きが異なっており、音素のカテゴリー近くなど分節音の処理、時間的に早い変化は左半球優位で、音節境界や韻律など超分節的特性の処理、時間的に遅い変化は右半球優位で行われます。音声言語処理には、聴覚野での処理に加えて、複速炉と肺足炉と呼ばれる2種類の神経ネットワークが関与していると考えられています。 これを二重経路モデルと言います。副速路は、聴覚野から中速倒壊、MTG、後部や側頭用全部を経て過前倒壊、IFG、三角部、眼下部につながる左右両側の経路で、意味理解のための音声信号処理を司ります。 背側部は、両側の聴覚やから左頭頂弁外部に分岐し、左前頭用後部、運動前矢背側部、IFG 弁外部につながる経路で、聴覚信号を前頭用での超音に使われる運動表彰に変換する働きを持ちます。両側の中側頭回後部及びその周辺は心的辞書にアクセスする働きを持ちます。 心的辞書とは脳内の語彙項目、形態素、単語、イディオムなどの情報の相対です。各語彙項目について少なくとも意味、統語、語を配置して文章を構成すること、音韻、アクセントとイントネーション、綴り、文字の並びなどの情報がネットワークを形成しており、即答用から登場用にかけての広い範囲に分布していると考えられています。 中速東海後部及び周辺の領域は、聴覚による言語理解の際に、上速東海からの音韻情報に基づいて単語の意味情報を取り出す働きを持ちます。両側の側頭用後部に損傷を負うと聴覚による単語理解に障害が出ます。左右どちらか片方だけの損傷では、よく使われる短い単語の理解への影響は小さいです。 ただし、損傷部位が左側頭用後部の場合、語彙分解が必要な形態的に複雑な単語の処理が困難になります。このように心的辞書へのアクセスは両側の側頭用後部が関与していますが、左右でやや働きが異なります。側頭用後部は中重則などによって側頭用全部、災害法、等、下前倒壊三角部、眼下部につながっています。これら前方領域は戦略的語彙検索や、 統合、文章理解など、より工事の処理を果たす役割が大きいです。聴覚屋は球状束や常住則によって運動前夜配足部や常前頭壊弁外部につながっています。この音声処理の配側路でいわば中継点として機能しているのが、シルビウス溝、外側口、最後部に位置する側頭頭頂結合部、TPJ、です。 側頭頭頂結合部は、聴覚屋の処理で得られる感覚表彰と前頭用で聴音器官への指令に使われる運動表彰とを統合し、両者の対応付けあるいは変換を行う機能を担っています。左側頭頭頂結合部から上速背側頭下位配部にかけての損傷で、聴覚理解は良好ですが発話算出の際に音韻レベルのエラーが頻発する電動失語になることがあります。 聴覚やや副速炉と異なり、配速炉での音声処理は左半球の優位性が高いです。例えば、無意味語を聞いた後に心の中で繰り返す課題で、聴取時と繰り返し時に共通して、両足の加速等後部に加えて左側頭頭頂結合部、前頭葉後部の不活が観察されています。この課題では、配速部に加えて上速倒壊全部から後上速を介しての前頭弁外への経路も不活します。 この経路も複速炉と呼ばれることがあります。この経路は機能的には複速炉よりも配速炉と密接に関連していて、音声や単語の配列順序を予測、モニターをしています。配速炉は、幼児の言語発達において、周囲で発せられている音声と自発音声とのズレを認識し、超音機関の運動を調整していく上で必要不可欠です。 また、音声の感覚表彰と運動表彰との変換を繰り返す、リハーサル、ことによって、言語性の作業記憶の機能を提供します。言語性作業記憶への負荷が低い場合は、聴覚屋が活動し、負荷が高くなると聴覚屋に加えて、左側頭頭頂結合部、前頭葉後部の活動が高まります。 例えば、音節の最初のシーンが同じかどうかを判断する音素弁別課題で、ィップとティップのように韻を踏んでいる優しい刺激追を用いた時は両側の上側倒壊だけが不活し、ィップと点のように韻を踏んでいない難しい刺激追を用いた場合は上側倒壊に加えて左半球の頭頂腰下部、前頭腰下部に不活が観察されたという報告があります。 音声知覚できないが音声認識はできる症状は、音声の二重経路モデルで説明できます。音素、音節を同定、弁別する音声知覚課題を解くためには、聴覚屋の処理で感覚表彰を得るだけでは不十分で、分節化したり結合したり比較したりする間、感覚表彰を作業記憶に一時的に保存しておく必要があります。 二重経路モデルによると配速炉がこのような処理を担っているので、配速炉の一部である左加速東海後部、前頭用後部に損傷を負うと音声近くの課題が遂行できなくなります。左右どちらの聴覚屋と副速炉が正常であれば、聴覚屋から出力された感覚表彰をもとに副速炉で新的辞書にアクセスし、音声認識の課題を解くことができます。 筋力トレーニングをして体を鍛えると筋肉が大きくなりますが、脳を鍛えるとどうなるのでしょうか。ウーレットマグイレ2011は、ロンドンのタクシー運転手は普通の人よりも海馬が大きいということを報告しています。海馬は側頭用の内側にあり、長期記憶形成や定着に重要な役割を果たす領域です。 ロンドンのタクシー運転手になるには、道路事情に関する難しい試験に合格しなければならず、合格後もさらに複雑な道路の知識を更新し続けなければなりません。そのため、ロンドンのタクシー運転手は経験を積めば積むほど会話が大きくなると考えられています。それでは単語をたくさん覚えた場合、脳はどうなるのでしょうか 知っている単語の数が多い人ほど、左半球の炎上開口部の開発室の密度が高い傾向にあります。左炎上開口部は、単語の発音、綴り、意味など様々な情報が交差する領域です。このことから、炎上開口部は、単語の様々な情報を関連づける処理に関与しており、そのために語彙量が増えるとこの領域の開発室の密度が高くなると考えられています。 炎上開口部の開発室の密度は、第二言語の運用能力とも相関します。第二言語の能力は語医療と密接な関係があるので、そのために第二言語の能力と炎上界の密度が相関を示すかもしれません。関連付けられた語の情報、すなわち心的辞書は、脳のどこに極在しているのでしょうか これまでの研究から、単語の情報は左側東洋を中心に大脳皮質の広い範囲にわたって分布しており、場所によって蓄えられている情報の種類に違いがあることが報告されています。例えば、左側東極に損傷を負うと有名人の写真を見せて名前を言うことが困難になりますが、他の種類の単語、例えば動物や道具の故障には問題がないことが多いです。 このことから、左の側頭局には人名に関連する情報が蓄えられていることが伺えます。しかし、人名を表す単語についての情報が全てそこに記憶されているわけではありません。なぜなら、損傷を負って写真の人物の名前が言えなくなっても、写っている人が誰なのかは認識できます。一方、右の側頭局に損傷を負うと人物の認識ができなくなります。 これらのことから、人物の概念情報は右の側頭局にあり、左の側頭局は人物の概念と名前を結びつける処理あるいは結びつきの情報の貯蔵に関与していると考えられます。このように、単語の情報は大脳異質の広い範囲にわたって記憶されていますが、概念の種類ごとに分布が異なっており、脳の損傷箇所によって障害が出やすい概念が異なります。 このように特定の概念範疇の単語に強く影響が出る障害を範疇特定的障害と言います。心的辞書に蓄えられた膨大な情報の中から目的の情報を探し出して取り出す過程を語彙検索と言います。語彙検索には左中足東海が中心的な役割を果たしており、左下前東海がそれを支援する役割を担っています。 転換治療の一環として行われた研究では、左の上速頭壊から中速頭壊、ベルニッケの、にかけて、局所的に電気刺激を与えて脳機能を麻痺させると、絵に描いたものの名前を言ったり、書かれた単語を読み上げたり、聞いた単語を繰り返したりすることはできるが、聞いた単語の意味が理解できない、という症状、超皮質性感覚性質語の一種を示します。 故障できることから行為のシステムは損傷されておらず、復唱や音読ができることから音声、音韻処理にも問題がありません。それにもかかわらず聞いた単語の理解ができないということは、音声情報に基づいて心的辞書にアクセスする処理が障害されていることを意味します。この研究では、左半球の上速東海と中速東海が語彙検索において重要な役割を果たしていることを示唆します。 左中速東海後部とその周辺は、言語算出の際に概念、意味情報に基づいて単語の音韻情報を取り出す処理にも関連します。この領域は心的辞書にアクセスして意味情報と音韻情報を双方向に関連づける役割を担っています。この領域に損傷を負うと単語の意味処理に障害が出ます。 左の河前東海では、前方の眼下部と後方の三角部から弁外部にかけての領域とでは語彙検索における役割が異なっています。眼下部は目的の単語の意味表彰を戦略的に活性化させる働きを持ちます。それに対して、より後ろの領域は複数の候補の中から選択したり、競合する意味表彰を抑制したりする働きを持ちます。